時15分の我が家です。ロックは朝がちょっと苦手なワンちゃんで、いつもこんな感じでぼーっとした顔で目覚めております。これ実は2倍速でお届けしているんですけれども、2倍速でもまるで普通の動画の再生のような速度でしか動くことができません。ロックまだ目がしょぼしょぼとしておりますね。もう一眠りでもするんでしょうか。でも毎朝こんな感じなんですよ。それからしばらく様子を見ていると、さてさて7時48分の時です。この時もまだぼーっとしてますよね。ロックいつもこんな感じなんです。朝のお散歩なんかは本当になかなか行かなくって、そうですね、この日確か行ったのが9時ぐらいだったかと思います。まあ今冬場ですから9時でもお散歩行けますけれども、夏場はそうはいきませんので、朝早起きをしていただきたいものです。この日の夕方、物があります。そう、私忘れてたんです。これ年末用の、実はロック用の年越しそばだったんですね。これを、そうだ今日はバレンタインデーだと思って、ロックにはチョコレートは差し上げられないので、出すの忘れろって、わんこそばにしました。今からですが食べますか。食べるか。ママの靴下やし、まあいいや。はい、はい、待ってね、待ってね。ちょっと食べにくいかもしれない。よし。食べれる。どう？お、今お揚げ来ましたね、お兄さん。お揚げ。お蕎麦っすよ。どうですか？すごいパリパリ言ってる。食べにくい。この器がちっちゃいんかな。移しましょうか。このようにどうですか。あ、すごいなんかお出汁の匂いがする。ちょっとこれキャベツのなんか千切りみたいなのがあるんでしょ。なんか残ってる。おいしい？おいしいんかな？めっちゃ食いよる。お腹空いたかいな。そうとも言う。まあこの日、このわんこのそば初めて食べさせたんですけれども、とっても美味しかったようで気に入っておりました。美味しかった。どこで見つけたのか未だに思い出せないんですけども、また見つけたら買ってみようかなって思います。食べた。見せて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 。あ、ほんとだ、きれいに食べてる。うん、きれいに食べてる。美味しかったね。よかったね。ロックも年越しできたね。今更ですが年越しそば食べさせてました。それ、これ、これママの靴じゃない、夜寝る時の。はい、今回はここまで。ロックのバレンタインデーならぬ年越しそばでした。またお会いしましょうね。またね。